一座襲来。お笑いを受ける受けないではなく、ビビってるかビビってないかという独自の価値観で活動しているお笑いギャング集団一座。番組では優しかった先輩方の動向が最近おかしいと、この一座の動向を逐一報告し、去年一座を破壊するべくこのラジオで死闘を繰り広げるも、それは失敗に終わりました。すべてはあの頃の先輩に戻って欲しかったから、ただそれだけです。そしてこの6月、我々に届いたのは、彼らが心の拠り所にしていた劇場、通称屋根と呼ばれる吉本有楽町シアターが2023年8月をもって閉館のお知らせ。そして8月27日から最終日の8月31日までの5日間、吉本有楽町シアターザ・ファイナルと題し、一座たちによる数々の公演が発表になりました。最終日の最後の公演は、朝一まで座ってお笑いを語る会、開演22時、終演はなんと4時30分です。8月で閉まる劇場に9月1日の朝4時30分まで居座ろうとしている一座は、今何を思っているのか、全てを晒す時が来ました。今夜、一座から GAG 福井氏、そして元コマンダンテ安田氏、2度目の生登場。山添寛の孤狼の地シーズン2、桜橋頂上決戦開幕です。どんな結果になろうと受け入れます。すべてはお導きなのですから。相席スタート山添寛の桜橋919。ということで皆さん、貸主の皆様こんばんは。桁垣債務者相席スタートの山添寛です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919、毎週火曜日は私、相席スタートの山添が、こちら東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。一座会でございます。吉本有楽町シアターザ・ファイナル、最後の5日間を迎えさせないために、今夜、一座を破壊します。前回はですね、失敗に終わっていますので、先週作戦を立てました。前回、言ったら去年の10月ですよね、は一座がどのような体制でどのような集団なのかを掘り下げたいあまり、聞き手に徹してしまっていました。今回も一座の動向を掘り下げることはしますけれども、隙を見て私山添仕掛けたいと思っています。仕掛けるのは以下の通り。一つ目、カラオケ大会を開く。急にね、カラオケ大会が開かれていることを伝え、そのスピード、そして選曲、すべてをジャッジします。そこで狼狽させます。二つ目、バチェラージャパンの坂東さん選手権を開催します。はい。見ているのか見ていないのか知りませんが、パンサー向井さん同様、一言目の、ザ・ファースト・テイク・バチェラー。言ってもらいます。三つ目、フチャラーを知っているか聞きます。一見世間話かのように感じるかと思いますが違います。今日どういう回と、向こうを戸惑わせるのです。はい、フチャラーを知っているか聞きたいと思っています。四つ目、フチャラージャパンの坂東さん選手権を開催します。クチャラージャパンをまず見ているか見ていないか僕知りません。見ていなくても、坂東さんの言い方で、クチャラーをファーストテイク、一回限り言っていただきます。そして五つ目、FM の軽快な DJ のように接する。本当に急に、話し方変えます。で、向こうがどんな風に仕掛けてきても、僕の心臓に届いていないかのような、軽快な相槌を打って、向こうのリズム、テンポを狂わします。そして、まあ、秘策も一応、こしらえてはきました。などなどで、今日は先手先手で追い詰めていきたいと思っております。まあ、この数々の仕掛け、なぜこうなったかは説明しません。なぜなら、新規はもうこの段階で全員消えているからです。この武器を携えですね、この後、一座と対面です。生放送ということで番組ではメールを募集しています。
今夜のメールテーマは一座への質問、これをお願いいたします。受付メールアドレスは yamazoe@obc1314.jp 山添 @obc1314.jp です。リアクション感想メールもお待ちしています。メールを送ってくれた方の中から抽選で10名の方に番組ステッカーを差し上げます。住所、氏名、電話番号をお忘れなく。ツイッターの方はハッシュタグ山添桜橋919、こちらでたくさんつぶやいてください。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。スタジオの様子を見ることができたり、放送後にミクチャ限定のアフタートークも配信しております。さらに放送終了後から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャの方でもご覧ください。相席スタート山添寛の桜橋919、この後1時までの2時間、ぜひ最後までご同行お願いいたします。ここで一つだけ、改めて皆さんにお知らせしておきます。一座とはそういうノリではなくマジの集団です、マジの集団というノリでもなく本当にマジです、笑いに来た方々、今夜だけは即今の段階でラジオを切ってください。失礼します、ここにあるのは人が生きていた足跡、そしてこれからどう生きていくか、それだけです。一座たちはどう生きるか。貸主のみんな、最後に言わせてください。ありがとう。米津玄師で地球儀。情に訴えかけるつもりではないですよ。はい。けどお二人に可愛がっていただいてる後輩として言わせていただきます。はい、戻ってきてほしいです。実力派です、お二人。本当に腕っぷしでずっと見せてきてくれはりましたよ。はいはいはい。そのそこに屋根はあるんか。屋根はありますよ。こっちはこっちでみんなで。山添さんが今入られてる屋根に今ね、私を呼ぼうとしてくださってるのは分かるんですけれども、私はその屋根には結局呼ばれたところで入れなくて野ざらしの状態になるねん。俺の屋根まで確保してくれって、そんなダサいことは言われへんし、結局行ったつもりになって行ったらずぶ濡れや。だから俺たちは今屋根を作ってくれてる人の下でみんなで肩を寄せ合って屋根の下で幸せにやっとんねん、やっとんねん。相席スタート山添寛の桜橋919。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。そして今夜のゲスト、一座のお二人です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。一座の、一コマとして、今日 来させていただきました、GAG の福井と、安田です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、約1年ぶりということで2回目来ていただいてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。お願いします。なんかまあ、その前回はですね、その言ってもその、なんて言うんですか、まあ、僕もすごくこう聞き役に回っていただけの感じもあって、ですごくこの、なんて言うんですかね、シリアスな空気になりすぎてたなって思ってまして、本当に普通にしっかり僕はお話ししたいだけなので、今日改めて来ていただいたという感じでございます。まあ、その呼ばれたね、はい、意図というか、はい、全く今分かってない状態で、あそこまで説明もなく、このスタジオっていうのかな、ちょっと呼び方も分からへんけど、我々こういうの慣れてないから、こういうところに、はい、座らされるっていうことはないから、全然福井さん、そんな、もうなんですかね、攻撃的な、口調にならなくても、今日全然そういう回じゃないんで。これ違うの？もう全然競争じゃない。これは、ダントって。なんていう格好してるんですか？ん？え？あなたに言ってるんですよ。いやいや、何を言ってるの？どういうことですか？ミクチャで見てる人分かりますけど、はい。ん？ラジコで聞いてる人、どういう状態か今、つかめてないんで。どういうことですか？いやいや、普通に座ってお話しさせてもらってる。パンイチやん。ああ、いやいや、その。あなた、去年覚えてます？はい。冒頭から下ネタ言って、このチャンネルバンさせようとしてましたよね。
じゃあバタバタすみません。その説はバタバタすみません。何？その説はちょっと本当に焦るな、まあはいすみません。ゆっくりゆっくり。あなたには僕強気に行きますよ本当に。あいやいや そういうのやめてください。こんなただめちゃくちゃだけしに来てるような会話にもならへん人には僕はもう尊敬がないんで。あいやいやそのいやその話しに来てるというかそう呼んでもらってるので。と僕はその清掃で清掃で来させてもらいました。あ今の、はい、佇まいがもう清掃だということで、はい、あもちろんです。そういう認識で、はい、前回でも服着てましたよどういうおつもりですか。いや前回いやその分からなかったのでどういうところなのかその状況が分からなかったのでそのちょっと怖かったんです。あなたご結婚されて、はい、ご家族いらっしゃいますよね。お子さんもいらっしゃって子供います。パパ芸人にしてはちょっといい体してますね。健康とか気遣ってるんですか。その無理してはちゃめちゃなふりするのやめてください。いやいや、すごくなんか胸板とかも以前より熱くなってますけど。あすいません、その無理っていうのは どういうことですか。その狂気を、はい、狂気を着ようとしてませんか。狂気を着る、はい、いやいや自然に振る舞ってるんですけども、あすいません、今あるその、はい、屋根に家にそのすごいね筋トレ道具が揃ってまして、はい、今みんなムキムキなって言ってるんですその来るべき日が来る時のために、はいはいはい、怖いので本当に皆さん、その改めて言いますけど、僕は後輩として怖いんですよ。で、まあ一つずつお聞きしていきますけど、はい、去年、はい、ごめんね、はい、今から聞いてもらうときに、一応その、はい、まあ彼もね上半身裸で清掃でね着てるんで、はい、まあ一応私も一応シャツで、いやすごいおしゃれなシャツだなと思って、素敵なシャツだなと僕は、まあ、一応そのメッセージを伝え、いや僕はありがたいですよ、しっかりそのなんか綺麗なシャツで着ていただいたのはすごく嬉しいです。はい、銃です。よく見て、柄が銃です。わざわざ着替えましたえ、なんで銃にする必要があるんですか。まあその向き合い方、この桜橋919山添へのまあ向き合い方として、私は山添桜橋919です。順序逆か。それはごめん、それは座一って言ってるもんやもんねそれは申し訳ない。はい、一座、はい、それ僕間違えないんで、ね、山添桜橋919へ対する私の、はい、まあ、ちょっとその、うん、心です。これが今、なるほど、あまあ僕がすごく失礼な態度を取った場合、うん、気をつけた方がいいよということで捉えて大丈夫ですかね。はいはい、わかりました。そこはでもご安心ください、今日はしっかりお話ししたいなというだけですので。そういうことですね。はい、そんな緊張感は必要ないと思います。すいません、構えすぎました。はいはい、はい、すいません。福井さん、安田さん、どうですか、この去年10月に出ていただいて、はい、まあ約1年経ちましたけど、うん、この1年間一座はどうですかね。もうまあもちろんね、劇場メインで、はい、皆さんも今やってますけれども、まあお客さん増えたな。一応情報は入ってきてます。すごくファンがついていると、はい、それはもう本当にありがたいことで、はい、まあ、それはね、やっぱり山添さんや、そういう周りの方々のね、お力もね、借りて、というふうに我々は正直思ってますよ。はあ、あなた方の、まあ、そういう、こういうメディアとかのね、お力をお借りして、ということで。まあ、僕は怖い思いしかしてないので、急に有楽町に呼ばれ、うん、椅子で縛り付けられっていう。うん、はい。ん？あ、え？いやいや。ヤス、渡せる？ああ、じゃあ、ちょっとあ、ごめんね。すみません。ちょっと呼んでいただいたので、うん、すみません、ちょっとお土産も、うんうん、もちろんその、山添氏 の家に呼んでもらったということで、まずはね、すみません、ちょっと、まずは お土産なんですけども、ね、すみません、ちょっと、うん、見て。はい、ちょっと、その、見ていただいてもいいですか、その、いろいろね、はい。まあ、クリアファイルだね。はい、クリアファイル。一座クリアファイル。こんなのが。
できたんですか。はい、ちょっと、うん、まあ一座専用のクリアファイルというものが、はい、うん、ちょっとちょっとよく見て、よく見て、その中に、うん、このいろいろね名前書いてます。ミクチャをご覧になってない方のためにも説明いたしますと、うん、まあ黒宇宙ですかね、うん、のような雰囲気の背景に、うん、まあキラキラとした星が描かれてまして、その中に一座界隈の方々の、うん、まあメンバーの写真がざーっと散らされている感じです。一座メンバーのね、はいはい、はい、プロデューサー X から始まり、はい、囲碁将棋さん、 GAG さん、うん、そして安田さん、ウルトラブギーズさん、うん、まあもうタモンズさん、まあもうその他界隈の方々全員乗ってます、うんうん、はいはい、超ルーキーから。なんで僕の写真まで入ってるんですか。ん、一番右の端っこに山添って言って、僕何の何の許可取りもされてない僕がこのクリアファイルに写真載っけられてるんですけど、これ何ですか。あなたも一座だからです。あのしのぎにされるのは困るんですよ。ん？僕は一座ではないので。違うんですか。え、全く違います。真逆です。いや、そこは一座のメンバーしか乗ってないんですよ。いや、一座の人たちが中心に、ざーっと一面描かれてる一番右上の方に山添ってあるんですよ。うん。だそれ一座、何してくれてるんですか。一座メンバーしか乗らないんですよね、そのクリアファイルには。いや、そうですよね。関係のある方々しかいないはずですよ。はい。はい。で、大阪のメンバーまでも広がっている。すごく規模がでかくなってますわ。これ今見てちょっと震えました。僕が把握しているよりもメンバーが増えている。うん、で、僕まで乗っけられる。これは何ですか？売ってるんですか？これは、まだ売ってないんです。24日のお笑いバックスフェスから売り出します。あさって。何を勝手に今だから、初公開。ダメです。ん、どういうことですか。ダメダメダメです。あの、うん、僕はあの、うん、許可しません。回収させていただきます。こんなもの売ってはいけません。あ、いやいやいや、もうでもその入ってますので、そのしっかりと肖像権に関わってくるので。肖像権、これちなみにその売ろうとしていた価格はいくらなんですか。500円だったと思います。500円か、はい、ギリ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 手が伸びるぐらいの1000円とかっていう、そのすごく高い設定にはしてないんですね。そのあなたがね、先ほどおっしゃってたように、はい、我々はね、これで儲けようなんて思ってないんですよ、うん、はあ、じゃあ何のためにですか。何のために。ええ、どういうえ、そのクリアファイルをね、はい、これ一座だと、今、はい、この人たちが一座だということを知らしめるため、はい、知ってもらうための、だから宣伝材料っていうことですか。名刺ですよね。あ、だとしたら僕乗っけられてんの困ります、福井さん。あ、でも、あなたの先ほどの言い分であれば、お金が発生するこの肖像権で儲けられるのは困りますというふうに私は取ってたので、いけるのかなと思ったんですけど。全然、誤解が生まれてます。お金は大丈夫ですよ。儲けようとはしてないんで、我々は。はい、全く。あ、はい、まあ、でしたらさん、お金のことは大丈夫だと。はい。それは大丈夫。まずその手前、一番最初に、はい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 、一座ではない僕を勝手に使うのやめてください。あと、すみません、これのロンティーもあります。背中に、はい。一色ですよね。大丈夫、言っちゃっても。はいはい。一色ですよね。アイテム。ロンティー。一色ですよね。ちょっと色はちょっと、まあ今ので、分かりませんけど、今の発言によって、はい、一色だったらビビってるとみなされますよね。違います、違います。違います。一色出します。そう、ダメです、ダメです。一色も出してはダメです。今のは一色だったらちょっとがっかりされるようなフリでした。そういうフリではございません。二色出します。いや、じゃその、もし作ろうとしていたとしても一色想定でしたよねと言ってるだけです。何色も作りそうなので、
もちろん困ります。一色で出そうとしてましたけれども、そこまでかまされるとね、こちら側もいやいやかましてません。一色なんですかという言い方をされると、ね、二色三色いかないとこっち側としてもメンツが保てないので、一色も作ってもらったら困ります。グッズ、うん、僕を勝手に巻き込まないでください。ちなみに、うん、そのロンティーの、うん、そういったまあ価格は想定ではいくらで売る予定だったんですか？3500円だよね。3500円。無理な値段にはしないんですね。もちろんだから何度も言わせないでください。お金を儲けるためにロンティーをね、うん、我々も出すわけじゃないんですよ。ロンティーにしては安いです。ロンティーで3500円ってね、最低価格ですよ。グッズ界隈見てください。ロンティーで3500円より安く売ってるところないですから。見ても僕3800円ですよ、最低価格で見ても。あの値段をあの聞いてしまった僕のミスです。値段関係ないです。あの売ってもらったら困るんでやめてください。本当にもう言いましたからね。お金をね稼ぐわけではないので、僕は言いましたから。はい、そう、肖像権というかそのね、そうなんですよ。別にそこは許してもらいたいけどな。僕も出しますね。何ですか？福井さん、はい、8月18日、はい、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あ、そうなんですよ。これ何ですか？僕はあの元々すごくお世話になっていた後輩ですので、はい、元々誕生日プレゼントです。今もね、はい、ありがとうございます、はい、今もそれはなおあのお世話してるつもりですけれども、あ、なんかありがとうございます。こういうのをね、はい、バーガーお好きと聞いたんで、それ系バーガー、バーガー、あー、はい、はいはいはい、あ、はい、なんだこれ、え、ん？なんか、すいません。サーモボトルですね。はい。なんかこれまず袋がね、はい、モスバーガーの袋から出てきたんです、はいはいはい。あ、ぜひ使ってください。モス部でしたよね。ん？モス部で活躍されてるって聞いたんで。え、そのモスやと思ってた。え。モスお好きなんじゃなかったでしょ？いやいや、もちろんモスもね、はい、モスバーガーも好きですよ、はい、好きですけれども、そのマクド部として活動を知ってるんだけれども、そのこれは何や、そのモスバーガーのこれを渡すことで俺をあれか、沸騰させたいってことか。僕をアンチと取っていただいても結構ですよ。ん？ん？一座のアンチと取っていただいて結構です。マクドブ、マクドブ、マクドブ！これ聞いてる人、今知らない人、ちゃんと頭に叩き込んでください。僕がやってるのはマクドブです。モス部ですよね。ようわからんことされて、キョトーンとしてもうたわ。ああ、同じ M でもまたちゃう M か。なんちゅう喧嘩の売り方してきとんねん、こいつ。へえ。皆さん、マクドブです。いいですか？マクドブ。モス部でしょ？モス部？お前、ちょ、でも、どういうつもりで、お前、これ何や、ほんで、これ。なんかね、すいません。あの、モス界隈の方。なんか持ってもね、中何も入ってない容器みたいなの渡されたんですよ。何や、これ。サーモボトルです。サーモボトル？はい。これに何か入れて飲むっていうことか。そうです。いい水筒じゃないですか。ファンタグレープパンパンにして毎日持ち歩くから。なんでそんなことするんですか。モスには置いてないファンタグレープ、マクドですから。ファンタグレープ置いてんのは後輩がね、先輩の誕生日をお祝いするためにちょっと間違えたかもしれませんけど、プレゼント渡してるんですか。そんな、もっと喜んでありがとう言ってくれたらいいじゃないですか。ありがとうの一言もない。変わりましたね。あの皆さんね、こんなこと言ってますけどね、彼マクドブですよ。え？うん。山添さんはマクドブで、ね、ちゃんとしたマクドブネーム、山添ソースという名前で活動してます。ありません。これはもう勝手に福井さんに付けられただけです。そしてでは言わしてもらいますけど、マクド部の皆さん聞いてくださいね。ん？福井さん実はモスの方が好きちゃいますかね。どういうこと？なんでモスに
ファンタグレープがないこと知ってるんでしょうかね。ん、実は隠れてよく行ってるんですか。たまにね。隠れてはないよ。皆さん隠れてはないっていうことだけ信じてください。堂々とね、隠れて行ってたら、はい、それは後ろめたさがあるやろ。隠れずにたまに行ってるってこと。それはいいんですね。これはだから遠征というふうに捉えてください。だからあ、遠征、拠点はマクドにあるけどもということです。だからあの県外に部活動とかでも試合行くやろ。ありました、そのノリ。県外に練習試合行くノリでモスバーガーに行ってるってこと。なや今の咳払い。あ、いえいえ、なるほどなるほど。え、ちょっと話を戻します。戻してください。だから今屋根のお話をさせていただきたいんですよね、うん、はいはい。皆さんの本拠地じゃないですか、うん、その屋根という言われるね場所が、うん、今月いっぱいでなくなると、うん、屋根が奪われることについてはどう思ってらっしゃるんですか。僕はあのすごく嬉しくて、本当に嬉しい。だってもう嬉しい、チリジリにならざるを得ないじゃないですかね。その頭のおかしい方々がたまたまその一箇所にね集まれたから、すごいね、狂気じみた本当にこう恐怖の団体になりましたけど、もうそこの場所が奪われたらもう活動はできないじゃないですか。ああ、いや、あ、その、あ、屋根がなくなったら活動ができないっておっしゃってるんですか。いや、それはだってもう無理じゃないですか。だってその安田さんだってその普通の寄席でできるわけないんですから。 あなたがあの寄席のお客さんの前に出れる人じゃないことなんてもう、それなんでそう噂になってますよ。何を言ってるんですか。なんでそんなことを思ってる。どういうことですか。ラジオでパンイチになってるからわからない、わかりませんね。ん、ラジオでパンイチになるような方が寄席のお客さんの前に出れるわけないじゃないですか。安田お前今やってるネタ言ってあげた方がいいよ。それは今はチンパンジーの格好で、はい、ちゃんとネタやってます。チンパンジーの格好で、まあ、それだけではちょっとちゃんとネタをされてるかどうかわからないですよ。チンパンジーとしてあるあるを言ってえ、チンパンジーとして、あるあるを言って設定もちゃんと教えたって、チンパンジーから見た人間の不思議な部分と言ってあるあるを言ってます。え、なんでチンパンジーである必要があるんですか。ん、なんでチンパンジー、どういうこと。ないや、チンパンジーでない必要がないというか、いや、どういうことですか。いや、チンパンジー、いやだってチンパンジーだからこそ分かる人間の不思議な部分、はい、それを言わせてもらってます。なんか今聞いた感じではあのすごくこのまあ狂気性は感じられないですし、もちろん確かに安心して見れそうだなって思ってるんですけど、はい、まだそこで信用してもいけないので、はい、どうせならちょっと一個もらってもいいですか。もちろんでしょう。あ、もちろんです。今じゃあチンパンジーの格好されていると僕が思って聞いてたらいいですか、ね、はい、あ、もちろん、はい、はい、いいですか。一つどうもチンパンジーです。喋れます。すいません、あのチンパンジーなんですけども、なんでこう喋れるかって言ったらね、こうその小さい頃からね、人間育てられたからの喋れるんですけども、で人間と同じ生活してたからの目も悪くなってますし、メガネかけてますね。まあのチンパンジーから見たらね、人間の不思議な部分いっぱいあってね、まあまあ。例えばね、これね、見てください。これなんでね、なんで、こう、道に、靴片っぽ落ちてる時あるんですか？ね？なんで道に靴片っぽ落ちてる時あるんですか？あれどうやって帰ってるんですか？いい加減にしてください。なんで拾わないんですか？あれね。チンパンジーの世界でありえないね、そんなことね。お願いしますよ。ね。あれ、あとね、なんで、これ、なんで、いつもね、4月になったら、あれ4月ってこんな寒かったっけ？って、なんで季節忘れるんですか？ね、お願いしますし、ね、チンパンジーのね、毛が短くなってきた4月、もうそれでいいんですよ。ね、よろしくお願いします。ね、いい加減してください。もうちょっとお腹空いたんで帰ります。どうもありがとうございました。素晴らしい。
すごいチンパンジーの重要性に気づきました。あ、そうでしょ。じゃあ言ってるじゃないですか。チンパンジーになるだけでこんなにもあるある弱くていいんですね。は？ん？ん？は？すいません。聞き間違いか？今のなんて、なん？聞き間違い、聞き間違い。いやいや、なんか言いましちゃうね、でも。みんな避けるあるあるじゃないですか。いや、なんか言ってるね。道に片一歩だけ靴落ちてるとか。いやいや、なんか避けるってどういう4月で、スマホ寒い。避けるどういうことや。ん？ん？ いやいや、その、ん？そのみんなそこを一個目に思いついたとしても、そこは、この言葉には出さずに、そのもう一個、二個、三個先のあるあるでみんな芸人会も楽屋で喋ってるのもするし、ネタにするとなったらもっとこの、あそこのあるある言うっていうとこじゃないですか。あ、だから、その、ビビってないからね。そのみんなが避けるとか避けずに、その進むっていうことはそういうことやから。あ、ビビってないのよ。ああ、なるほどなるほど。だからビビってるってことよね。だからその避けるっていうのは。確かに怖いっすね。うん、そうよ、ね。お客さんの前で。うんうんうん。あのあるあるを言うのって、うん、そう、避ける選択肢なんかないから。え、でもその例えば寄席のお客さんが、うん、今の安田さんのね、チンパンジーネタを見て、うんうんうん、その何ですかね、ビビってないからこれを言ってるっていうのはわからないじゃないですか。もちろんね、シンプルにその、うん、このあるあるどうやって言うネタに見えますよね、うん、普通のお客さんは見えるよ。まあまあ、ね、別に、うんうんうん、それはもう仕方ない。だから。その、だから逆にね、言っちゃうと、はい、寄席のお客さんは、はい、笑ってくれるのよ。はははははは。もう、普通にビビってるビビってないとか関わらず、うん、分かりやすさで。分かりやすさで、はい、やっぱ、共感してくれるから、はい、まあ、ご家族とかね。はい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 。そういう感じの人は、笑ってくれる。はい。はい、でもお笑いが好きな人たちに、はい、ま、濃いファンの方、そうね、だからうん、お笑いに対してだけ敏感な人たちは笑わないよ、はい、でそのさらにもう一個、そういうお笑いに飽きた人たちがまた笑いです。ちょっとややこしいネタや。合間を のけちゃうというか、一番ストレートなお笑いファンを捨てたネタ。でも、もともとは、うん、その、お笑いのね、その感度が鋭い方を笑かしてきた方じゃないですか、うん、安田さんって。まあ、そうだよね。そこに向けてやってたよね。気づいたらなんかその、真逆行ってしまってないですか？それは、あ、じゃあ、全然いいんですか？もちろん僕は、まあ、寄席でも受ける、安心して、ね、うんうんうん、見れるネタなんで、うん、ちょっとそれこそ、うんうん、安田さん変わってくれたんかなとかっていうふうに思いましたけど、うんうんうん、はい、うんうんうん。でもそこを狙ってるわけではないからね、彼は。彼はそこを狙ってのネタじゃなくて、その後のお笑いがストレートな好きな人の、それを見飽きた次の人たちをめがけてやってるチンパンジーネタだから、うんうん、あ、だから両方なんですね。そう、たまたま。もう一個行き過ぎた人たちと、もともと寄席に来られてる方。うんうんうん、まあ、だ笑い方は違うよ。だからね。そうですよね。うん、ストレートに笑ってる人と、ちょっとバカにして笑ってる人と、そう、笑い方は違うけども、笑い声は一緒だもんね。まあまあ一緒。笑い声いただければそれでいいって。うん。あ、バナナも持ってるからね。うんうん。うん、なるほど、うん。なるほど、なるほど。あ、じゃあ、この1年間の間でそんなに変化があったんですね。もちろん、もちろん、もちろん。福井さんはどうですか？この、うん、まあ、1年間と屋根が奪われることについてとかって。はいはい、もう前回出ていただいた時が、うん、それこそもう、ほぼね、包帯まみれで、うん、片目しか出てない状態での参加されてたじゃないですか。まあ、ちょっとね、目を怪我しててね。はい。うん、すごい腫れてたんだけれども、まあ僕はね、まあ先ほど言われてた屋根が奪われてみたいなね、はい、ことを言ってたけれども、はい、この屋根っていうのは、はい、まあ自分たちでまあ作っていくものでもあるなという前向きなね、捉え方はしてる。だ今はある屋根の中にまあ入れてもらってるわけなんだよね。そうですね、有楽町という。うん。で、はい、昨日ね、はい、
っぱり一座付近もやっぱりね言っても、まあこれは正直隠せないから言うけど焦ってはいるんだよ。それはもちろんやっぱり屋根がなくなるってなって、はい、焦らない人間はいないでしょ。散り散りになる不安はやっぱりあるんですよ。不安はあるんですよ、はい、でやっぱり何か新たなね、新たな動きをしていかないとダメだと。はいはいはい。で、吉本のね、中の劇場っていうのは、はい、もう基本的にもう、おのおのでね、あの支配人さんがいて、はい、そこを今から屋根にするっていうのは無理だと。それも我々も分かってるんだよ。はい。で、昨日ね、そこに私はちょっと行ってないんだけれども、はい、やす、昨日行った、ちょっと場所ちょっと詳しく、あの、新たな屋根候補の、はい、場所ちょっともらっていいかな。あ、屋根候補、はい、うん、昨日行ったところが、うん、池袋の、うん、ウエストサイドさんっていう、うん、はい、バーです。ウエストサイドさんというバー、はい、うん、そちらに入りました。バーで、ね、はい、まあ、これはね、お金はもらってないんだよ、はあ、お金はもらってないんだけれども、はい、お客さんをまず実験的に30人ぐらい募って、はい、でお客さん来てもらって、はい、でそのバーの中で安田と、まあ、その、クリアファイルにもある井下大活躍さんが、はい、まあ、いろいろ漫談みたいなことをしてたらしい。バーで、でもで我々からしたらね、もうそのバーも屋根になってきてるわけ。なんすかそれ。え、それは吉本通ってるんですか。通ってないよ。福井さんちょっと思い出してください。これ一応電波乗ってます。お金はもらってないからね、うんうん、あ、そういう活動ではなく、配信をしてるの、そこで、はあ、YouTube のね、お笑いバックスチャンネルの、うん、はい、そこで配信をさせてもらったっ、うん、ロケに、ロケに行かせてもらったっていう。言い方で言うとね、はい、ロケという公式で言うと、ロケという言い方で、あ、お笑いバックスのチャンネルで、うん、かやってるんですね、そのバーで。やってる。はあはあはあ、それは、そういうところでもね、はい、だから、劇場だけが全ての屋根じゃないんだということに、マジか。気づき出した。となればね、どこにでも屋根はあるんじゃないかと。バーでも屋根になるんだから。今、その気づきましたけど、はい、この部屋も屋根ありますよね。ここも。気づいたね。困ります。はい、困ります。照明、音響、設備ありますね。配信できます。わ、照明消した。え？照明消した。困ります。こういうこともできるということですね。僕の場所なんで。ありがとうございます。僕の番組なんで。あなたの場所はね。染めにくんのやめてください。一座の場所です。クリアファイルに書いてますから。でもまあ一つは、そのバーでは、うん、まあ例えばじゃあネタはやられていないということですよね。ああ、昨日で言うとネタはやってないよね。ネタファンの方もやっぱりいらっしゃるから、それで言ったら、まあ、規模はだいぶ縮小されそうですね。うん、うん、まあ、ちょっと形は変わるのかもしれないですけど。その、だからね、規模とか云々っていうのはね、はい、来たるべき時が来ればね、また大きい屋根を手に入れることはできると信じてるよ、こっちは。だって、吉本の劇場って、潰れてはでき、潰れてはできという歴史を繰り返してるわけ。で、今回潰れちゃったけれども、次できるまで仮設の屋根を今我々は探して活動してる。で、また屋根を手に入れれば、そこにみんなで滑り込むという。だから、その合間を作らないという今作業をしてるんだよね。なるほど。つなぎの。うん、だから君が言ってた、うん、ね、もうオープニングから言ってた、もう半笑いで屋根がなくなって、はい、あいつらどうするんや的なことを言ってたけども、はい、それはね、もう我々にとってはね、もう何のその攻めどこでもないわけ。じゃあ本当にこれ確認と、うん、取りたいんですけど、うん、これはもう何の情報も入ってないんですよ、うんうんうん、僕は何も掴んでないんですけど、うんうんうん、この言ったら、うん、
屋根が、まあ、有楽町の屋根がなくなるっていうタイミングは、うん、みんながまあ、一応全員不安を抱えるタイミングではあるじゃないですか。もちろん。もちろん。その、今、うん、この界隈と言われる大人数の方々で、うんうんうん、もう抜けると言っているメンバーとか、うんうんうん、僕はちょっと離れますとかって言ってる人たちはいたりしないんですか？正直ね。みんな同じ気持ちで、福井さんと安田さんと同じ気持ちで今もいますか？あのね、この仮設の屋根、はい、昨日できた仮設の屋根のおかげで、そういうメンバーは一人も出ないと思う。これ仮設の屋根がなければ、はい、出てきたと思うんだよね、そういう人たちも。なるほど。だそこをね、あぶり出す前に、成功したの、その、一座がまだ団結力を保てる精神の安定をね、取れたんだよ、昨日、その池袋のウエストサイドで、そういうイベントが開催されたことで、ロケだけども。で、お客さんをガンと入ったんですか？お客さん、すぐに、埋まりました。初めて見たよ、俺、逆に、はい。拡散希望ってみんな、打つよね。まあ告知の時は、はい、集まりすぎて拡散禁止って書いてたからね。やっぱ本当このカルト的な人気があるんですよ。芸人は誰一人それにつぶやいてないからね。もう当たり前になってるんですか、その人気が。その人気についてはお二人はどう思ってるんですか。一座が1年前よりも、うん、正直人気が出てるじゃないですか。うんうんうん、そうですよね、はい。僕の気持ちとは裏腹に、うん、それについてはどうお考えなんですか。まあ、やはりその宣伝部隊と実行部隊がしっかり仕事をしてるっていうことじゃないのかな。宣伝部隊と実行部隊。例えば実行部隊で言うと、今我々のようなね、はい、この現場でこのね服を脱いだりとか、まあ、この一座ね、これ宣伝の一環なんですか。これ実行。実行部隊。実行の一環でね、はい。こういうことやってますよということを現場で実行する。はい。はい、で、はい、宣伝部隊っていうのは、まあ、囲碁将棋さんとかね。はいはいはい。あ、なるほど。まあ、そのあなたは違うと言うけれども、山添さんとか。全然違います。結果やっぱり宣伝になってるわけ。こうやって今出してくださってるのも、あなたのおかげ、あなたは自分で自分の首を絞めてるわけ。不本意です、宣伝になったら、ね。あなた気づかれてないかもしれないですけども、はい、エンプティーステージで話されてるのも情報入ってます。違うんです。え？エンプティーステージのワンマントークショーというところに今日、今回初めて今年呼ばれたんですけども、ボックスに、うん、ご来場されたお客さんから、うん、トークテーマをバーって入れていかはって、それを僕がランダムでそのまま舞台上で弾いて喋るんですよ。それに一座関連の、うん、質問が2、3個入ってたんです。僕ね、30分のワンマントークで5分も一座の説明いると思ってなかったですよ。うん、すいません、ありがとうございます。でも答えないのも失礼なんで、まあね、しましたけど。それぐらい広がってるんです。一座ファンが。うんうん、ありがたいですよ。そのファンの方にももう、有楽町が終わったら、うん、ウエストサイドですか、池袋。昨日はそうですね。の方の存在も、うん、今認知されつつあるところですか。そうですね、昨日は本当に内々のね人たちだけが拡散禁止ということで来てくれましたけれども、まあ、こうやって今このメディアを通してねウエストサイドさんの名前を出させていただいて、まあ、ありがたいとしか言いようがない。本当にありがとう。相席スタート山添寛の桜橋919。タバコ吸うてきていいですか。ああ、もう時間ですか。タバコ吸うていいって言われたら俺もっといい顔で笑うけどな。相席スタート山添寛の桜橋919。タバコ吸うてきていいですか。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。今夜のゲストは一座のお二人です。よろしくお願いします。お願いします。一座の駒、GAG 福井です。安田です。よろしくお願いします。今夜はですね、カラオケ大会を開いておりまして、
今日はどちらから歌われますか。まあちょっと一応すいません、はい、このいやいやどちらからコメントがねはいはいコメントで、はい、ちょっとビビって服をね、はいはい、安田が着ていやいや全然ちょっと待ってください待ってください。どちらから今日歌われますか。もうちょっと時間いっぱいですのでいいですすいません、安田氏から歌いますか。カラオケ大会服を着た理由言わせてください。選曲タイム。アイドルの方がさてお二人何歌われますか。我々は女性と子供には今日はさあもう言ってももう始まってますよ。女性何秒何秒経つでしょうか。だいぶ考えますね。ビビお二人まだ曲決まりませんか。女性を怖がらせる。さあ選曲タイム残りわずか。さあどうします。世代的にはゆずですか、ラルクでしょうか。申し訳ありません。あれなかなか歌わない。これはビビってますね。これはビビってるんではなくて説明を、説明だけです。もう時間ないですよ。では歌わないということでいいですか。照れてますか。違います。アイドルの方が怖がられてたということで照れてますか。カラオケ怖がらすということが目的ではないですよ。ということで、はい、聞いてください、はい、女性と子供には今カラオケタイムをやっているんで手を挙げないというのが我々のちょっと僕が喋ってる時は聞いてください。ゲストの方我々の思想です。カラオケタイムなんです、はい、ビビってますか。カラオケタイム今ビビってますか。そのあなたは我々がその理由を言ったらそれを言ってしまうとこいつらの好感度が上がると言ってそれは言わないでくださいと裏で変な約束をさせられそうになりました。勝手に喋るのやめてください。あなたがカラオケ大会です。カラオケ大会さあどっちが歌いますか。優しさにビビってしまった。恥ずかしくてビビってますか。いやいや全く恥ずかしいとかないです。あれパンサー向井さんは早かったですよ。どっちから歌いますか。さあ選曲はどうしますか。いやそのだいぶ伝わったのは伝わったか。伝わりましたね。はい。じゃあ歌うか。もうあの歌います。はい。カラオケ。はい。カラオケ。急に何やか。カラオケ。なんかずっと言われてて、はい、で説明もないから。カラオケはまあまあ歌いますけども。カラオケ。一座のロマですね。そう。一座はロマだと。いやそうないやそんな。いやいや。何を言うてんの。ないよカラオケとか書いてない。何をしたらええね今から。ねなんかよく恥ずかしいですか。いやいやいやそう恥ずかしい。好きな歌歌いますよ。好きな歌ワンいいとこまで歌ってけどもらえたらそれ大丈夫ですよ。あじゃあスコーピオンズスコーピオンズグサグサコソコソボソボソスコーピオンズオリジナルやめてください。スコーピオンズえオリジナルじゃないと恥ずかしいんですか。飲むとき必ずこれ誰の歌ですか。硬化したあ我々あの一座のスコーピオンズの歌がでありました。一座なんで歌出してんすか。レコーディングもさせてもらってます。はい。相席スタート山添寛の桜橋919番組ではラジオを聴いてくれているあなたからのメールを募集しています。受付メールアドレスはすべてアルファベットで yamazoe@obc1314.jp yamazoe@obc1314.jp です。この番組のメールサーバーは非常に脆弱なため無理なメール投稿はせず一人一人が気を使って地方に見合った数で楽しいラジオをお届けしてくれると幸いです。さもないとまたあの日は訪れますよ。相席スタート山添寛の桜橋919。おはようございます。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。そして今夜のゲストは一座のお二人です。どうも一座の駒 GAG 福井です。安田です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあメール来ております。はい。小林部活辞めるってよ。ビビってるビビってないとかもうどうでもいいです。ん一座はのろま。これが分かっただけで今日はいい夢が見られそうです。ん？ん？ノロマ？全然歌わへんかったもんな。あ？ラジオネーム3タイガー。一座ノロマすぎる。スピードカスじゃん。え？ん？何を言ってるの？ねえ。なんか速そうやと思ってましたよね。最初はグーテンモルゲン。スコーピオンの歌？ん？そんなもん電波に乗せんな。は？ん？何ああ、わかるわ。何やこれますわ。オリジナルソングって逃げれますよね。俺はやっぱ真っ向勝負してくれんのかなって正直思いましたね。やっぱこのカラオケ大会って急に振られた時、そのアリ歌をどれぐらいのスピードで恥ずかしげもなく大声で歌えるか、ここはやっぱ審査基準やと思うんですよ。やっぱアリ歌ではなくオリジナルソング、めちゃくちゃ時間使う、声量なし、
これはやっぱね最低点ですよね、うん、ビビってましたよね、うん、いやビビってるとかじゃないんですよはい、その何がねちょっとすいません求められてたのか、僕もちょっとだけあのたまにねこう一座の方と触れ合うときに、うん、なんかこう心を奪われそうになる瞬間もあったんですよ。そうやっぱ。ああ、そうですか。常に前傾姿勢になったんで。ありがとうございます。いや、このカラオケ大会でちょっとがっかりしましたね、正直。一生懸命ビビってないふりしてたんやって思いました。ノロマ、はい、ふりというかね。いやいや。だからそのノロマと言われても、全然そのビビってないっていうことになってくるのかな、こっちの言い分で言えば。いやいや、遅かったんでね。だ遅かったと今、まあ、ね、いろんな方に言われてる。はい。でそれに対して、はい、まあビビってないということになるのかな、こっち側の言い分はね、うん、まあ普通だったら早く歌わなとなるところを、うん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 、全然ゆっくりできるでっていう、できるでというかね、うん、できた自分も褒めたらいいんじゃないってことなんじゃないの、うんうん、バチェラージャパン知ってます？もちろん知ってますよ、もちろんですよ。バチェラージャパンの坂東さん知ってます？もちろん、あもちろん知ってますよ。あじゃあ坂東さん選手権いきましょう。うん？うん？坂東さんのバチェラーの言い方どっちがうまいのかちょっと聞かせてください。じゃあ安田さんから。うん？うん。バチェラージャパンの坂東さんが言うバチェラーの言い方。はい。一回だけです。チャレンジはどうぞ。お時間です。ん？ん？ありますね。あるある。坂東さんお時間ですっていう時ありますね。デート切り上げられる時かな。カクテルパーティーや。カクテルパーティーで、もう切り上げられる時に、リンリンリンって鈴鳴らしてお時間です。バチェラーの言い方選手権って言ってんのに何を言ってるんですか、安田さん。いやいや、その、いや、バチェラー、坂東さんって言われたのでやらせてもらいましたけども、いいですね。福井さん、坂東さん、バチェラージャパンの坂東さんのバチェラーの言い方お願いします。さあバチェラー。坂東さん発信でなんか促そうとしてます。バチェラーという絶対的な人を、何ですか、さあバチェラーって。さあバチェラーって言ってるイメージは僕はねちょっとあったので、すいません。坂東さんが何かバチェラーに向かって、うん、ちょっとこっちバチェラーもうちょっと立ち位置こっちですよ的なことなのかな。言ってますよね。バチェラー立ち位置とか絶対間違えないんで、ちょそこら辺はちょっとすいませんけれども。なるほどなるほどなるほど。まあ、スピードはあのカラオケ大会の方で感じましたけど、まあ、バチェラー大会の方は分かりました。何をされてるんですかこれは。何なんですか、ずっとそんな書いてないですね。急に。ん？くちゃらーって知ってます？ん？くちゃらー。くちゃくちゃ食べる人。あ、安田さんご存知なかったですか？いやいや、もちろん知ってます。福井さんと同じく、うん、くちゃくちゃ食べる人。え、どういうこと、どういうことですか。焦んな焦んな。今どっちですか安田さん。焦んな。福井さんがまあしっかりあの受け答えしてくれはって、でその後分かってない自分がいたけど大喜利しようかなっていう顔してましたよね。やけど思いつかへんかったから知ったかぶりの方に逃げましたよね。合ってますか。何を言ってるんですか。だから今むちゃくちゃビビってる人の顔してましたけど、いやいや、これすいません、映像も残っちゃってるから。すいません、ほんまのこと言った方がいいよ。それがビビってないってことだから。あの、ね、そうですね、はい、今の実際のとこ教えてほしい。頭真っ白でした。何が何を言われてるのかわからない。気持ちの流れ教えてください。じゃあ僕がくちゃら知ってますかからの、うん、くちゃら知らない、知らない、でも知ってた方があのいいのかなっていうのでしばらく黙らせてもらいました、はい、で福井さんがくちゃくちゃ食べる人のことです。あ、そうなんだ、そういう人流行ってるんだ、うん、で思って、じゃあ それなのかな、はい、で私もあくちゃくちゃ食べる人のことですっていう風な雰囲気を出しました。
ちょっと間が生まれました。どうやら違うのかな、恥ずかしくなりましたなるほどなるほど。安田さん戻ってこれそうですね戻るっていうのはどういうことですか。いや顔赤くなったのを久々に見たんで、あれはちょっとがっかりした。夏俺あの真横で見たからそうですよね福井さん、うん、ちょっとね、はい、こいつはまだこんな顔できんのかと。福井さんには何回パンチ打っても、うん、本当にね、なぎなんですよ。心が揺れない。安田さん、あなたは、まだ、いや帰ってこれる。全く、帰るも何も。いや。お前、がっかりしてるぞ。周辺の人、今。あ、すいません。いや今の顔だけ消してもらう。安田さん、もちろん、いや、これ安田さん、福井さん。止めてもらえますか、今もうこれ。安田さん、福井さんの言葉は聞かなくて大丈夫。違う。戻ってこれます。いや、これだから、違うのよ、別に。違うやん。え、だからその。くちゃらって何ですか？え、だから、その、くちゃら。その顔。その顔やめてくれ。なあ。めちゃくちゃ照れてるやん。恥ずかしいねん、こっちが。照れられたこっちが恥ずかしいねん。家の顔してる。家族に見せる顔してるやん。どうしたお前。急にお前、くちゃらでお前。そんな照れるとこか、ここ。戻れる。安田さん戻ってチャラーでお前何がそんな恥ずかしいねん。俺が好きな安田さんやなあ。いやほんまちょっとほんまやめて、もう意味分からへんからもうほんま、いやだからそのいややめ、いや違う、いや違うんです福井さん、これ違うんだから僕、だから普通に今教えてもらった、意味分からへん、もう福井さんから今教えてもらったくちゃくちゃ食べる人っていうかボケるかの二択じゃないですか。なんすか恥ずかしがってやめてって。いやもうほんまに、いやもうええやもうそう。だからいやだからもうちゃちゃほんまそのだから引きずってんね、もうやってもうたっていうので引きずりすぎやぞお前なあ、引きずってすいません。いやもうびっくりしたぞお前。福井さん、んクチャラージャパンの坂東さん知ってます？クチャラジャパンの坂東さんやろ？はい、いや知ってるよ。じゃあ坂東さんの言い方でクチャラー言ってください。坂東さんの言い方でクチャラーを言ったやれな。はい。うん。うん。今の。今のでしたっけ？うん。安田さん、クチャラジャパンの坂東さん知ってます？もちろん。もちろんね。坂東さんの言い方で、ここチャンスや、教えてもらっていいですか？オッケー。浮かんでない。これ浮かんでないぞ、また。焦んな。まだ浮かんでないぞ。安田さん、焦んな。最後のバラです。安田さん戻れます。まだして戻ってくれる。戻れるって何だ。マジで戻れる。ずっとも言って戻れるって何？何を言ってんのずっと。安田さん。何やねん戻れるって。一曲歌ってください。好きな歌ってください。安田スピード。シーソーゲーム。いわば英語対語のシーソーゲーム。図に乗って。安田さん、くちゃらって何ですか？だから、その、くっちゃねする、その、ラー油な。うん。やばい、くそ、持ってかれそうや。落ち着いて。じゃあ、くちゃらジャパンの、坂東さんで好きな歌歌ってください。取り戻してる。もう恋なんてしないなんて、言わないよ、ねたい。くちゃくちゃ言ってる。くそー、あとちょっとやったのに。くそー、あー、今見えたんすけどね。危ない、うん、危ないとかった。ちょっと、まあ気になることもたくさんあるので、まだ聞きたいことがあるんですけど、はい、最終日の公演あるじゃないですか。はい、ザ・ファイナルの、うん、1週間公演ですね。はい、はい、あれの最終公演の、はい、22時から4時半までの公演、はい、あれ何されるんですか？まだこの詳細はね、はい、我々下っ端の方には届いてないっていうのが
まあ、今の段階なんだけれども、はい、まあ我々下っ端の中の話ではやっぱりもう最後もう、まあ、もう股間を股間、うん、今はね隠してるんだよ、そのパンツを脱いだところでも、はい、うん、黒い布をね前に持ってきてお客さんに隠してるんだよ、うん、もちろんもちろんもちろんです。でもその公演はもう黒い布なしでええんちゃうかというかなしで行かないと、うんうん、もちろんもう赤のちゃうかっていう話にはなってる。今はもう股間レベルの話になってる。だってこの配信のみの公演ですよね。配信がないみたい、あれは。あ、じゃあ劇場で22時から4時半の6時間半公演をお客さんを入れてやるんですか、うん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 、あ、そういうことなんですか。そう、ってことは、うん、もう布なしで最悪の最悪が起きてもええわっていう覚悟でやるってことですか。だからそれをしないともうお客さんも満足しないんじゃないかっていう話にはなってるけども、えっくいとこまで行ってモテるやん。それをせんと満足できないお客さん、チンコが見えないと満足しないお客さん、それってもう風俗ですよね。いや風俗ではない、風営法に引っかかるんじゃない。風俗はさ接触があるじゃないの。我々はその接触はしないからね。で風営法詳しいんかい。なるほど、まあ、よかったら来てよ。いや嫌ですよ、何されるか分からへん。だってその時間はさ、スケジュールアウトっていう言い訳も聞かないしさ、24時からだもんね、22時からか、ちょっと分かんないけど詳しいのは。でもその時間ならやっぱ空いてるよね。これ桜橋の日ではないよね。桜橋が入ってたらまあもちろん無理ですし、でも桜橋はね、もうこれ分かってるからね、うん、水曜日だもんね。だからそれは最後水曜日じゃないよね。最後は、ね、木曜日って来てます。平日、そうです。あ、じゃあ木曜日だね。全然ってことは、あの空いてるだろうから、うん、ぜひ顔出してよ。まあ時間があったら、まあ、お客さんとして、まあ、最後見届けようかなと思ってますけどね。いや、お客さんというか、まあ、本当の最後は、まあ、うん、見に行く義務があるかなとは思ってるんで。ああ、ありがとう。じゃあまあ来てくれるってことだね。いや、まあそれがまあバーの方で存続されるのであれば、うん、ちょっと話は違うんですけれども、僕はもうザ・ファイナルすらも、うん、もう迎えさせないつもりで正直今日はお話ししていたので。どういうこと？うん、ファイナルもうやらせないっていうこと？そうです、そうです。なんや今の。怖いな。やらせない。はい。そう、どういうことで、どうしてやらせないってこと？いや、我々が別に帰ればやれるからね。水飲んでます。皆さん落ち着いて。なんでしょう。あのね、うん、我々が。はいはい。ここからね、はい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 、出て帰れば、うんうんうん、ファイナルには出れるからやらせないという、はい、なんか言葉が浮いちゃってるのよ。浮いちゃってる、うん、だからその言葉にね、はい、信憑性がないからね。福井さんってまたこの独特な言葉を選びされますよね。何を急にどうしたんや。何なの、ね、いや怖いよな。何を言ってるの。何をやらせないっていうの。やらせないっていうか、だから我々がね、うん、特別な思いがやっぱりザ・ファイナルにはお二人はあると。もちろんですよ。なるほどなるほど。その気持ち聞かせてください。いやいや、だから言ってるじゃないですか。だからずっと聞かせてください。聞かしても何も。いや、だから我々はね、はいはい、最後、はい、そのザ・ファイナルをね、はい、まあ、1週間やって、はい、で、まあ、最後は配信ないですけれども、うん、オールナイトライブっていうのを今もほとんどの劇場でやってないことをやって、最近あまり聞かないですよね、オールナイトライブっていうのもね。聞かないよね。やっぱりまあ、コロナ禍とかもございましたしね。うん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 、でもやっぱコロナ禍っていうのもやっぱり芸人さんにとっては大変だったんじゃないですか。そう、何をこれは質問されとるの。
これはちょっとよくわからんけども。何をやる、みんな。大変っていうかね。いや、だから配信があったから。うん、そう、役者さんとかもそうですし、うん、劇場にお客さんはなかなかね、うんうんうん、来られないような期間だったじゃないですか。うん、ちょっと待って待って、これなんか。ね、やっぱりこの。コメントであるぞ。FM ラジオ戦法って書いてる。おっと、ここでリスナーの方からメールが届いているということで、メールありがとうございます。サンタイガーさんでございます。FM ラジオ戦法だ、これ。美容師さんに何て言えば安田さんの髪型にできますか？はい、メール来てます。どういうこと、どういうこと、これ FM ラジオ戦法。これ FM ラジオ戦法。何ていう髪型を美容師さんにお伝えしたら安田さんの髪型になりますかっていう質問です。水飲むのがトリガーって書いてたな、そういえばさっき。こいつ、水取り上げろ、こいつから。どうされるんですか？お前、コメント、コメント隠すな、お前。いつもどうやって美容師さんで、ご注文されてますか、髪型って。いやいやいや、その、横すっきり、上自然に。そう言うてる。はい。あ、すごい自然体ですもんね。おしゃれですよね、髪型ね。いやいや、いや、別におしゃれとか、じゃないけどな。いや、僕わかります。別にそんな。ね、しっかり、よく見れば見るほどメガネもおしゃれだなってそう思ったんです。あ、いやいや、そう、別におしゃれとかじゃないからな。で、実は、ファッションもお好きですよね。いや、全然、いや、そんな、嫌いとかないけどな。おしゃれだなって見てたんです。いや、全然、いや、もう裸が一番ええわ。メール来てます。潰されてるぞ。裸が。ラジオネーム3体が。何を言ってんの？安田さんと福井さんはどこでメガネを買ってるんですか？来てます。買って何を言ってんのな。メールはどちらで買われてますか？メガネ。メガネね。はい。メガネ。メールは言ってたね。うん。メールはどこで買われてるんですか？言ってた。メール受け、まあ、今回は言うんですけど。メールな。だから FM、その、ほんま怖いね、今。メガネはどちらで、お二人買われてます？メガネ。どういう心境やねん。メールが来てます、そういう。いや、そうやけど。お二人に興味津々なメールが来てます。いや、そうやねんけど、メールはどこで買われてますか言うて、それに対して何にも言わへんの、ほんまに怖いねん。メガネの質問来てます。メガネね。いや、何にも言わへんけど。いや、その、今、つけられてるメガネはどちらでご購入されたんですか？メガネは、原宿。原宿行かれるんですね。まあ、メールは、まあ、買ったことないです。原宿行かれるんですね。メールは買ったことありません。コメントみたい。やっぱり原宿でやっぱりコメント書かれてるから揃えられるんですね。やっぱおしゃれなアイテムというの。おしゃれではないです。福井さんどうですか、そちらのおしゃれメガネ。いや、そのいや、ルミネのね、横のあのファッションビルのフラックスさん、はいはいはい、中に入ってるメガネ屋さんで買ったんですけど、福井さんもおしゃれですもんね。いや、おしゃれ、ね、いや、服は好きなんですけど、うん、そのおしゃれってとはまたちょっと違うかもしれない。独自の好みもしっかりありつつのやっぱ組み合わせと、一回見て、あ、この人やっぱりセンスあるなってそう感じるようなファッションセンスですね。あ、チンコかゆい。ブランシモンです。リスナーからメール来てます。好きな食べ物お二人なんですか？お二人の好きな食べ物お聞かせください。今さ、食べ物って、いや、まあまあ、そのまあ焼きそば話しやすいですよね、安田さんって。なんか、自然体で。あ、ここって、ここってチンコ書いてもいい場所ですか？あ、やめてください。困ります。あれ行く？焼きそば僕も好きです。前回むちゃくちゃにした、魔法の呪文。焼きそば私も好きです。もう魔法の呪文行こう。すいません。好きな食べ物何ですか？シコシコー！福井さん、好きな食べ物何ですか？私は、好きな食べ物。ノロマですか？ではここで一曲、フジファブリックで若者のすべて。相席スタート山添寛の桜橋919。この時間は相席スタート山添寛の桜橋919をお送りしています。ちょっとガサガサ物音してますね。どうされました？今夜のゲスト一座のお二人です。よろしくお願いします。音大丈夫ですか？JG 福井さんです。よろしくお願いします。福井さん。ラジオ中です。福井さん。すいません。ちょっと音声乱れています。一座のお二人から、GAG の福井さんと安田さんに来ていただいております。お願いします。お願いします。メール来ています。ラジオネーム、ゴブサタカレー。
一座のお二人は休日どのように過ごされてますか？一座のお二人、はい、休日はどのようにお過ごしですか？基本的には紙袋の中で、紙袋の中で休日はね、はいはい、過ごしてます。狭くらいですか？まあはい、狭い時はね、もう破ったりして、ちょっと広げたりなんかして、そうね。まあ紙でよかったですよね。はい、破れるからね。安田さんはどのように？普段シャンプーですね。シャンプー、シャンプーずっとします。あんまりするとかぶれたりしないですかね？あ、いやいや、もうそのずっとシャンプー、はい、普段します。ずっとシャンプーで、はい。なるほど。群馬県逆アフロ、お二人の学生時代の思い出は何ですか？安田さん、学生時代何部だったんですかね、部活の方は。散歩部です。散歩部、うん、それは帰宅部とかではなくて？あ、いえいえ、違います。あったんですか、散歩部っていうのは？散歩歩くっていう。あ、そっち、数字の方の、うんうん、散歩歩いて、はい、水飲む。あ、それが散歩部の活動内容ということで、ね、うんうんうん、全部で部員はどれぐらいの人数いらっしゃったんですか？900。35市の、うん、900人ということで。900。マンモス校ですね。うん、ね。福井さん、学生時代はどんな学生さんだったんでしょう？暗かったね。あ、そうですか。うん。陰キャと呼ばれる方々、ね。そうね。もうずっと蹴られてたからね。蹴られていた、大丈夫ですか、うん、女子から。女性から。うん。それやっぱりあまり思い出したくない思い出ですかね。めっちゃ思い出すからね。今でも、今でも思い出したくないけどね、ずっと覚えてるね、女子から蹴られてたことは。あ、失礼しました。なんかね、嫌な思い出を思い出させてしまいました。ラジオネーム、夏松盛り、はい、安田さん、安田さんに質問来てます。はい、はい、安田さん、スキピって知ってますか？あ、知ってます。スキップするピーナッツ。スキップする、はい、すき焼きピーマン。いや、安田さんに聞いてます。スキピ、スキップするピーナッツ、はい、はい、ですよね、クイさん。すき焼きピーマン。スキピープル、はい、ですね。スキピープル、好きな人っていう意味ですね、うん、はい。福井さん、一曲お願いします。この長い長い下り坂を君の自転車の後ろに乗せて。ミクチャでご覧ください。ぜひ皆さん、今ラジコでお聞きの方は、見逃し配信あるんで、ミクチャの方でご覧になっていただいたら、この変な空気が、スッキリするかと思います。ただのゆずではございません。はい。たくさんメール来ています。皆さんありがとう。返答パンダ。福井さん。福井さん来てます。はい。服脱いでメガネずらしたはいいものの、うん、ジングルが流れてから再開まで意外と時間があったことに気づいてビビってますよね。来てます。あ、ビビってないですよ。ビビ、俺ビビらしたら大したもんですよ。あれ、聞いたことありますね。全然ビビってないですよ、うん、結構時間があったことに気づいてちょっと、うん、おじけづいたとことかってあったんでしょうか？あったらここにいないでしょ、うん。逆にね、時間あんだけあるのにやってるっていうことだから。福井さん、一曲お願いします。瞳を閉じて。誰の何の歌ですか？そ、僕知りません。え、安田さん知ってますか、今の歌？誰の何か。あ、知ってます。吉岡、涼子の、吉岡、苦しみの果て。苦しみの果て、うん、合ってますか、福井さん？間違ってます。福井さん、誰の何ですか？吉岡ワルコの逆、嬉しみのバター。あ、それでした。お二人にちょっとまたちゃんとお聞きしたい質問があるんですけども、うん、正直ね、その僕は一座のでもアンチだと、唯一ね、一座のことをよく思ってない人間だということで、これまで、お二人に接してきたと思うんですけれども、うん、僕以外にも、一座に対してよく思ってない人間って今までいたりなんかしたんですかね？
まあね、いたね。あ、それいたんですね。いました。おお、まあ、隠したいところだけどね、そういうのは。あ、いるのはいたんですね。まあちょっとね、この話はもうしたくはないよ。それはそれはいい情報を聞きました。まあ嘘はつくのはね違うから。ファンが増えているという話ばっかり入ってきてましたので。いや、やっぱり特にね、はい、まあ身内近い身内からまあちょっと攻撃されることは多くなったね。近い身内からってことは芸人サイドからってことですか。言いたくないけどね。何か、まあ、言える範囲で、うん、はい、何か事件があったんですか今まで。まあちょっとね、まあそのまあそうだね、まあ僕がいる時のそのまあ舞台のコーナーライブはもう出たくないってそれは、一座の方々のライブには出たくないってことですか。うん、まあその大きく取るとそういうことなんだろうけども、はい、名前を聞いたのはね、はい、まあ、僕が出てるコーナーライブ出たくないってGAG 福井さんが出てる、うん、コーナーライブに出たくないと言い出した芸人がいたんですか。うんうん、なんかね、その人が言ってたのはその僕がいるねコーナーライブに出たくないって言ってる後輩いっぱいいますよって言ってたって一人じゃなかったって。それは福井さんの耳にはどういう風に入ってきたんですか。うん、まあそのままのセリフだよね、今のままのセリフ。直接言われたわけではなくて、それね、うん、それ私が聞いたんです直接ちょっと詳しくお聞きしていいですか。私に、ね、ある日突然言ってきまして、うん、ある後輩が数人ですか。いや、一人ね、はい、一人の後輩が、はい、私に安田さんよりも後輩、もちろん僕が安田さんよりも二つ後輩ですので、はい、まあそれ界隈ということですかね。まあ界隈です、はい、正直、福井さんと、一緒に出るのしんどいですまあ、ずっと思ってました前から思ってました、はい、しんどいですと、私に言ってきました。それはもう相談的なテンションでですか。いえ、相談半分、攻撃半分。あ、なるほど。じゃあもう愚痴ですね、うん、シンプルに。はい、はい、まあ私はもうすぐに、福井氏の耳に入れましたなんでですか。いや、福井氏の性格知ってますよね。もちろんです。福井氏はすごく心優しい方ですが、そんなことを言われてると知ったら一生忘れない方ですよ。もちろん忘れませんし、はい、私も一生忘れませんじゃあその後輩がね、その後輩は福井、安田さんに言ったってことは安田さんを信頼している後輩ということですよね。その後輩さんは、まあもちろん、はい、で安田さんはその後輩よりも福井氏の方にも気持ちがしっかりと聞きながら寄っていたということですか。まあもちろんそうです。その聞いた結果、聞いている時のじゃあ心境はどういう心境やったんですか。あちゃ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 、後輩からですからですよね。うーん聞きたくなかった、うんうんうん、っていう心境ね。僕の尊敬している兄さんの愚痴を聞きたくないっていうことですね。まあちょっとこう詳細を言わないとそこまで伝わらないと思いますけども、はい、そもそもね、はい、そもそもそのしっかりとした裏取りもなく、うんうんうん、言ってきたので。なるほどなるほど。裏取りなく、イメージで喋、うんうん、っているなという。なんかね、その時にね、はい、具体的なね、はい、私の嫌なところね、コーナー中のあれ何って言ってたっけあれ。福井さんがロングで滑ることが耐えれない。そう。長時間。長時
旦びっくりしたよ。その後輩からすると福井さんが、後輩がね、一回ではなくよく見るのが耐えられないと、長時間ね、はい、私が滑ってるのがもう許せないと許せないと、うん怒りに、まあ、怒りに変わってたんだろうね。まあそれは申し訳ないと思ったんですよ。長時間滑ることは、うん、もちろんそれは一座界隈でも正義ではないからねあ、そうなんですね。もちろんね、うん、それは一座の正義にも反している。それはね、長時間滑るっていうのは、うん、ただまあ一生懸命やってるということを一座は評価してくれるんだけれども、ビビってない部分を、ビビってないという。でもやっぱりそれは、はい、そうね、後輩からしたらビビってるビビってないはどうでもいいと、いや受けてくれと、ははは、うん、そういうことだったみたいだね。うん、それはまあわかるしね。なるほど、うん、それは何かが、話し合いか何かがあって、もう丸く収まった話なんですか。もうそのままの話なんですか。もう福井さんの耳に入ったというだけの話なんですか。まあ、あのね、最後はね、まあ、安田がずっと途中間入ってくれてたんだよ。はい。で、もう、なんとかね、収めようとしてくれたんだけれどもね、もうその後輩もね、もう安田の言うことも全部無視するんだよね。え、その後輩さんはその安田さんにそれを聞いてもらって、その、まあ、一時の感情だった、だというわけではなかったんですか。ではない。で、安田がいやもうこういうことを言うのはやめた方がいいんじゃないかみたいなことね、うんうんうん、間に入ってはくれるんだけれども、はい、いかんせんその安田の影響力が、まあ、弱いと、うん、でもう後輩を抑えきれないと、うんうん、でもそうなったらじゃあもう最後やっぱりずっと揉めてるのもね、はい、良くないなと思って、私もそう吉本内の話だから、なるほど、吉本の後輩、うん、だからもう私直接喋ったんだよ、その後輩と。ほう、最後に、はい、まあ、実はまあそういう聞いたと、私も耳に入って、はい、でまあちょっとずっとね、まあ、私が滑ってることに対してまあちょっとね、その怒ってるっていうふうには聞いたんだけれどもというふうにまあ言ったら、はい、まあその後輩はね、いや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 、本当にそういうことじゃなくて、ほう、いや本当にそういうことじゃなくて、まあまあこうすごいね、まあ滑られてるんでっていう、そのなんだろう最初否定するから。あ、違うこと言ってくれるんかなって。デマとかなんかなって思ったよ。と思ったんやけども、いやいや、違うんですって言った後に、しっかり傷つけてくるんだよね。福井さんがちょっと滑られててっていう。あ、いやいや、それ言ったらさ、ここで直接言ったらさ、揉めてまうから、って、まあ、こっちも言って。もう伝えてね、うんうん、それはね、うん、で伝えたら、あ、いや違うんですよと、はい、いや、ま、全然その揉めたくなくて、はいはい、ってもちろん言ってくれる、はいはいはい、でいや揉めたくなくて、はい、ただその福井さんがロングで滑られてたんでって言うんだよ。でどっちなんですか。ちょっとちょ それ言っちゃうと揉めちゃうからってまた返してでそれがもう一ターンあったんだよ、全く同じターンが。いや、3あったんだよ。はい、福井さんが、いや、ちょっと滑られたんで、ってまた言われたから、いや、あ、ちょっとごめんと。もう、とりあえず、これ以上喋っても、はい、もう絶対揉めてしまうから、この件は、もうこの、今、もうこの、瞬間に、ね、喋ったということで、はいはいはい、なしにしようと。ああ、うん。で、なしにしようということで、一旦はなしになってるんだ。ああ、なるほど、なるほど。うん、ただ、また喋っちゃうとね、その違うんです直差しがあるから、そっからの福井さんロングで滑られてるんでって滑られてる。いや私ね3回もあんなその冗談のね中の芸人の会話でよくあるじゃない、はいはいはい、滑ってたねとか、はいはいはい、それじゃないから、真剣なトーンでね、いや福井さん本当に滑られててって言うんだよ。俺本当怖くなって、俺怖い、その会話。なるほど。じゃあ、そういうこともあって、うん、一座というものはずっと活動してきてるということなんですね。まあ、そういう、ちょっとね。はい、いや、もうこれ、ちょっとお時間なんですよ。ん？お二人ともここでお別れしないといけなくてですね。うん。あの、
最後に何か、あの、まあ、まあ、今月いっぱいで、うん、まあ、屋根が、取り壊されるということも踏まえて、うん、まあ、2回出ていただいた、この番組。そして、まあ、きっと、一座ファンの方々も聞いてくれているでしょう。その方々。皆さんに向けて何か、言いたいことはありますか？まあ、いや、まあ、そうですね。まあ、その屋根なくなっても、まあ別にそう、雨濡れるだけなので、まあ引き続き、そうすると皆さんも雨濡れる形にしばらくなるかもしれませんが、まあ引き続き、よろしくお願いします。うん。まあ、それだけですね。うん、うん。福井さん、いかがでしょう？もう皆さんもね、まあ、大体お気づきだとは思いますけれどもね、次のね、吉本の人事を願ってください。我々は、吉本の、今回の人事で、まず屋根がなくなってるということなので、はい、なんとかね、そのまあ、今回その有楽町をね、あの離れられるその吉本の上の方、に、まあ小屋が城が屋根がまた戻ってくるように、まあ、その日を、みんなで、肩寄せながら、待ちたいなと、思っております。なるほど。福井さん、はい、一つお聞きしたいんですけども、はい、先ほどの、うん、トーク終わりぐらいからその、はい、紙袋の奥で、うん、涙は流れてますか？言わんよ。顔が見えないんで、もしかしたら後輩から言われたそのトーク。桜橋919、今週のゲストは一座のお二人でした。ありがとうございました。山添寛の桜橋919。さあ、ということで、相席スタート山添寛の桜橋919、そろそろお別れのお時間でございます。ミクチャの方ではですね、番組終了後にアフタートークもございます。皆さんからのコメント等も読ませていただきますので、ぜひご参加ください。ということで、まあ、一座会、まあ、決着編、完全決着編として挑んでは見たんですけれども、解体とはいかずの結果に終わってしまいました。皆さん、本当に申し訳ございません。本当の目的はね、ザ・ファイナルに参加させないペースで、もう今の時点で解体させて、有楽町を早めに締めさせるのが本当の目的だったんですが、まあ、それは叶わない結果になりました。ただですね、まあ、今日の放送は、ラジコで、お楽しみいただいた方は、ぜひミクチャの方でももう一回見ていただかないとわからないような、目で見ないとわからないかましとかもありましたので、ぜひそちらもご確認の上、次また会った時はご参加いただければと思っております。あと皆さんにもう一個報告がございますのが、テレビ朝日で僕深夜やってますバラバラ大作戦の枠、スーパー山添大作戦で、一座会というのを取り終えましたので、まあ、時間のいっぱいですので、そちらの方だけ、告知させていただきます。一座会以上でございます。この後、アフタートークです。お疲れ様でした。はい、次スタート山添寛の桜橋919、本編終わりました。ミクチャ限定のアフタートークでございます。皆さんすみませんでした。たくさんのメールで、本当にね、援護射撃いただいた、にもかかわらず、まあ、煙に巻かれたような状況ですかね。結果的で言うと、まあ、時間の方に追われてしまって、最後、涙見せてくれてたら、そっから一気に、こう、引っ張ってこれるかなと思ったんですけども、キス顔で逃げられてしまいました。いやー、参りましたね、本当に。
でも第1回目よりかは大きい前進はできたんじゃないかなとは個人的には思っておりますんで、懲りずにまたおもし一座を、追い込む際にはお力添えの方いただけたらと思っております。本編の方でね、告知させていただきましたスーパー山添大作戦一座会に関してはですね、まあ一応目的としましては、もう僕一人ではまあもう太刀打ちできないって思ってる部分も正直あるので、ここで無理だった場合ね、桜橋で無理だった場合、もう世間にも厳しい目で一座をまず見といてもらおうというね。だってこう一座のプロモーションでブランディングで、地上に上がってきた場合、ファンが増えてしまうのが怖いので、僕が危険団体だよという目線付けを先にしておく方が、まあ先手として打っておく意味でもいいのかなって思った点。そして、実はその一座会に、桜坂46から竹本結衣ちゃんが来てくれてるんです。ということは皆さんもう察しの言い方は分かりますよね。空立ち前田が殺人鬼に変わるということです。空立ち前田と一座で潰し合いを、まあ、いざとなったらしてもらおうというね。うん、ということですよね。なので、もともとは僕が狙われていた、まあ、怖い存在、空立ち前田が気づけば僕側というポジションになって、同じ目的を達成する仲間と変わったわけですね。なので、まあ、ぜひスーパー山添大作戦どのように仕上がってるかわからないですけど、放送の日を待っていただければと思っております。相席スタート山添館の桜橋919、毎週火曜夜11時からミクチャでライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ることができますので、ぜひご覧ください。こちらはですね、1週間見逃し視聴がございますので、まだまだ楽しんでいただければと思います。あと最後に、補足情報で言いますと、一座の福井氏と安田氏はまさかのドーナツ社単車の虎の、2人ともヘビーユーザーだったそうです。ここまでのお相手は相席スタート山添寛でした。皆さんありがとう。